ユリ、僕何もできなかった。どうも、ユリたちも自分たちで決めてできることをやったのに。町のみんなはきっと僕なんかの話聞いてくれない。なら、パレストラーレと話をしてみようと思ったんだ。でも、問答無用で襲ってくるかもしれない。そう思ったら、僕一人じゃ怖くて、行けなかった。僕じゃ、何もできないんだ。ジュディはどうする気だ？探しに行くんじゃなかったのか？行けないよ。もうユリとは一緒に行けない。ギルドのボスなんて僕には無理だったんだ。お前にとってギルドは、ブレイブ・ヴェスペリアはそんなもんなのか。お前の夢だったんだろうが。一流のギルドを作りたかった。そしてドンの役に立ちたかった。認められたかったよ。ドンは僕の憧れだったんだ。もうドンはいないんだ。だからやめんのか。ドンが何を守って死んでいった、それがわからないお前じゃないだろ。何でもできるユーリには僕の気持ちなんてわかりこない。僕はユーリみたいに強くないんだ。ユーリやドンみたいにはなれないんだ。もうカロル、ドンがお前に伝えたことは何だった？ドンが見せた覚悟も忘れちまったのか。俺はギルドとしてけじめをつけるためにジュディを探してテムザ山に行く。え？お前が辞めてもブレイブ・ヴェスペリアは終わらねえ。もうお前だけのギルドじゃねえんだ。大丈夫でしょうか？心配すんな。でも、A boy and girl, nice to meet you. イエガ、よく顔出せたな。喧嘩の種まいといて。喧嘩の種を？何のことですか？パレストラーレ襲撃はユニオンの判断だろう。そうそう、うちらは情報を教えただけよん。そうです。 Do you understand? いい度胸だ。
今日はやめましょう。ドンがお亡くなりになったのです。お弔いが大熱戦です。本当に惜しい。ミスターなくしましたです。お前らの狙いは何だ。ドンを消してユニオンを掌握しようってのか。なんなん。確かにドンがいなくなってビジネスはイージーになりましたが、やめましょう。トゥデイは個人として来てるのです。ドンの前で無粋な真似はしたくねえ。俺の気が変わらないうちに消えろ。ミーもドンの死を悼む気持ちは同じです。今日のところは See you。イエガーもドンを傷んでいる。私わかりません。自分でドンを落とし入れておいて。ギルドリヴァイアさんの爪にとってドンは邪魔な存在だが、イエガー個人にとっては少し違ったのかもな。ギルドと個人は別物ってことです。ああ、ドンにとってのイエガーもギルドと個人じゃ思うところが違ったようだしな。ドン自らが掟を破って死闘を挑むほどですしね。さ、もう行こうぜ。はい、リタとは町の出口で待ち合わせてます。パティにも宿屋にことづけをお願いしておきました。でもカロルは。心配すんなっつったろ。行くぞ。カロルとパティは？余計な心配するなって。それより二人ともこれからどうするつもりなんだ。私はもちろん一緒に行くわよ。言ったでしょ、エアルクレーネの調査はあんたたちとするって決めたの。そうだったな。私もユーリと行きたいです。ジュディスが曲がりの剣に狙われているかもしれないのに放っておけない。あの女を助ける義理なんてないでしょうに。ジュディスは一緒に旅してきた仲間です。でも船のセロスブラスティアを壊した。でも俺が行くのは助けるためじゃないぜ。けじめをつけるためって言ったろ。ユーリ、ジュディが一体何を知っていて何を知らないのか全部話してもらう。ギルドとしてけじめをつけるために。ま、結果助けることになるかもだけど。二人ともジュディスが心配なんですね。どちょな、何言ってんの。あくまでついでよ。それよりギルドのけじめっても肝心のボス本当に来るの。あいつはこんなとこで終わりはしない。必ず来る。パティも来ました。じいさんの足跡ちゃんと見てきたか。うむ、しかと心に刻み込んだのじゃ。で、何か少しでも記憶を取り戻す材料になったか。そう、うまくはいかないみたいなのじゃ。でもこれ式のことでめげてもいられないのじゃ。だな。もう少しうちも一緒に行ってもいいかの。構わねえぜ。じゃ、行くか。レイブンはどうするんです。さすがに来ないでしょ。ドンを失ったこの町をほっとけないだろうし。だろうな。おっさんにはおっさんのやることがある。寂しくなりますね。ま、あのおっさんのことだからまたとんでもないところで会ったりするかもな。で、テムザ山ってのはどこにあるの。
コゴール砂漠の北の方じゃないかと思う。バウルってのと砂漠の北の山に住んでたって言ってたしな。確かにデスエル大陸の北西部には山脈が広がっています。とりあえずそこから当たってみよう。デズエル大陸までは船、うちの出番じゃな。ああ、船に行こうぜ。知らないけど、ブレイブ・ベスペリアは僕たちのギルドだから、僕も一緒に行きたいんだ。カロル、ここで逃げたら、仲間を放っておいたらもう戻れない気がする。だから僕も行く。一緒に連れてって。カロル先生がボスなんだ、一緒に行くのは当たり前だろ。ユーリー、ありがとう。でも、もうボスって言わないで。ん？僕はまだボスって言われるようなこと何もしてない。ユーリにちゃんとボスって認めてもらえるまで、ボスって呼ばれて恥ずかしくなくなるまで、僕はボスじゃなくて同じブレイブ・ベスペリアの一員として頑張る。わかった、カロル、頑張れよ。ギルドってめんの熱すぎ、バカっぽい。きっとそこがギルドのいいところなのじゃ、たぶん。青春よの。ドワーが、おっさん。若いって素晴らしいね。おっさん、何してんだよ。おっさんがここにいちゃダメなの？だってドンが亡くなった後で大変って。ああ、いろいろと面倒だから逃げてきちゃった。ドンに世話になったんでしょ？悲しくないの？なあ、悲しくて悲しくて喉が渇くくらいに泣いて、もう一滴も涙は出ない。全然そんな風に見えないけど。さすがのおっさんもドンの最後の言葉は無視できないってことだろ。ね、そんなわけないっての。言っただろ、俺には重荷だって。あっちはあっちで後に残った奴らがきっちりやってくれるって。ま、そういうことにしておいてやるよ。たく、最近のワコードは怖いわ。大勢の方が賑やかでいいのじゃ。これは賑やかじゃなくてうるさいって言うのよ。前にも言ったでしょ。じゃあデズエル大陸に出発ですね。え、なんでデズエルなの？いい感してんじゃないの。察しの通り、テムザ山はコゴール砂漠の北にある。あそこには確かクリティア族の町があったしな。なんでそんなこと知ってんのよ。少年少女の倍以上生きてると人生いろいろとあるのよ。何それ。ほれ、行くなら行こうや。コゴールの北って船で回り込めるかな。行ってみりゃ分かるさ。フィエルティア号出発進行なのじゃ。我らの剣は自由のため、我らの盾は友のため、我らの命は皆のため。
ユニオン製薬やね。アイフリードもあの誓いの言葉に従って生きたのじゃろうか。それとも何かのきっかけで。少なくともアイフリードがユニオン製薬に署名したことは紛れもない事実なんじゃないの。じゃの。よし、ドンとアイフリードに代わり、うちがこの誓いを受け継いでやるのじゃ。じいさん、あんたやアイフリードの思いはワコードたちが受け止めてくれたみたいよ。ドン・ホワイト・ホース、潔い引きだったな。ああ、青年も解釈して刃にその重さを感じたでしょうが、すまなかったね、そんな役回りさせちゃってさ。まあな。まったくあいつ、あんなきつい役回り引き受けちゃって。ユーリ、大丈夫でしょうか。大丈夫ってことはないでしょうけど、多分自分の中で整理つけてるでしょ。いろいろと覚悟してるからね、青年は。覚悟？それってラゴーやキューモールのこと？そう、腹くくって背負い込んだら最後、それがどんなに重くても最後まで向き合うつもりなのよ。そんな道はしんどくて、おっさんには選べそうにないわ。ふん、そんなのあんただけじゃないわよ。俺らにはそんな青年を見守ってやることくらいしかできないのかね。やばそうな敵ね。気引き締めろよ。